竜派や死竜林は朝鮮の独立運動家、政治家。号は、タンス、継承北道、安藤出身。本願は、全州で、本名は、竜華州だったが、1919年3月6日に、竜花内に改名した。1910年8月に、日韓併合が行われると、指を切って、中君愛国という地下記を書いて、 公日独立運動に身を捧げることを誓った。1919年に3.1運動が起きると、安藤林当面市場で万歳デモを主導し、以後満州にわたって、南満州独立軍団体である西寺軍政所に加わって、公日独立運動をした。中訓愛国を誓った時は、中世の対象が君主であったが、後に民主主義にも一理あると無政府主義者となった。 1927年から1929年まで、満州吉林省で、池聖天、金王省、両人市、李沢金東三などと観族労働党、正義部、在満漢人教育会などを結成して、抗日運動団体で活動した。この時満州にある、核独立運動勢力の統合に努力し、中国人遊撃部隊と合作して、肝中共同抗日戦線を作って、 独立運動の強化に心血を注いだ。一方では、教育目的に教科書編纂、教員養成などの活動にも加わった。この時中学生であった北朝鮮の近日生が訪ねてきた挨拶した時には、才能はあるように見えるが、信頼できないと言った。1929年に、平壌で朝鮮共産無政府主義者連盟を結成して、活動した。 1945年12月3日、臨時政府用人たちの帰国記念写真。2列目左から5番目が、柳林1931年に、元山国職事件で、国交経験後北京一帯で、韓中抗日連合軍構成に努力した。1942年10月20日中国重慶に、あった大韓民国臨時政府に、臨時議定委員議員として参加し、 1943年5月10日に、重慶で無政府連盟を代表して、在中国自由漢人大会主席団に非戦された。1944年4月24日に、無政府主義陣営を代表して、国務委員に非戦された。帰国後、独立労働党を相当して政界に参入したが、大韓民国政府受立委員を受け下した韓国政府で、彼が追い求めた。 革新路線は根付かなかった。1946年2月14日、非常国民会議労働委員長に選出された。以後労働新聞を創刊、労働大衆の啓蒙と権益保護に力を尽くした。1947年7月南北交渉案を一番先に発表した。1948年3月には独立政府受立が遅くなるとも交渉を通じて、 統一をなさなければならないと主張した。しかし、緊急、緊急職など他の南北交渉派とは違い、ソウルでの交渉を主張した。1948年4月19日、平壌での交渉ではなく、ソウルでの対話と交渉を主張した。1948年にフランス・パリで開催された世界無政府主義者大会に朝鮮半島を代表として招待された。 彼は当時無政府主義の世界運動を新しい方向に導くことを誓って必ず参加しようと思ったが李承晩政権の反対により失敗した。朝鮮戦争が勃発すると李承晩大統領は首都ソウルを防衛するから動揺するなとソウル主語を約束する対国民談話放送をしたが自身は非難した。竜林は李承晩に対し首都ソウルを敵に明け渡し、 自分たちだけ、密かに避難し、幾多の市民を犠牲にしたと強く責めた。このことにより公開批判を阻むという名目で3ヶ月ほど、監禁された。1952年7月臨時首都不算で、李承万を、また大統領で任命する、抜け、巡回懸案が通過されると、新翼期、超務など野党政治家と在野の人物らを集めて、韓国民主主義者総連盟を発起した。 しかし、一部は民主国民党、民主党などを形成して去ったので失敗した。1953年3月、休戦協定問題が立ち上がると、李承晩政権は北進統一を主張して、休戦協定反対を立てた。すると、竜林と独立労働党はこれ以上の同族、早々を阻むために休戦協定を締結することを促した。 1959年12月、日本で在日韓国、朝鮮人の北朝鮮総監が始まると、在日韓国人強制追放、とこれを強力に批判した。革新同志総連盟の候補で1960年に729選挙に出馬し、落選した。日本軍に服務したという理由で、一人息子柳原職を感動した。そして妻に息子を任せて遠ざけ。 また向こうが、李正万政権の警察幹部に昇進すると、娘とも縁を切ったという。1961年4月1日ソウル再起動の自宅で死去した。1961年4月7日、ソウル市長広場で社会層に付された。死の1年後の1962年に、建国勲章独立賞を追贈された。1993年独立記念館にニレバヤの、 五六日が除幕され、2001年4月に国家保君どころから今月の独立運動家に選ばれた。彼が来たセビーロが独立記念館に所蔵されており、2014年10月29日、竜派や仕様服の名称で大韓民国登録文化財第609号に登録された。一人息子柳原職の廃病が悪化し、 独立運動をしないと制約すれば仮釈放させるという監獄協会士の説得を受けた。しかし、息子が死んだとしても、独立戦線で死ぬなら、息子も望むところであるはずだ。私は出国すればまた必ずその運動を続けると言い放って彼を瞬間に叱ったという。一人息子が日本軍将校になったという理由でただ一度も会わず、 妻でさえ息子を間違って育てたと遠ざけ、晩年を一人で過ごした。向子が、李承晩政権の好位警察官になると、李承晩政権の好位警察という理由で、向子本人は、もちろん、彼の妻になった一人娘も死ぬまで受け入れなかった。しかし、誰よりも、温かい人であった。ある日彼は、一人息子の妻が死んだと聞いた。一人息子を一生を息子として認めなかったため、 その妻も当然全く知らない人であったにもかかわらず、彼女がソウル大病院に安置されたと伝わると、連絡なしに病院を訪ね、涙を流したという。いぶかしんで理由を尋ねる、青年党党員に、死の前には、皆同じと言ったとされる。ABCDEFGH762 流林 ABCDABCDONGA.com4AB、e. abcdef3091abcdefg ありがとうございます。